なんとか1年目を乗り切った JP コンセプトチーム。ライコネンやグローディアンが引退する中、レギュレーションが変更され各チームが弱体化。一からのマシン作り、AI レベルを75から77に上げてシーズン2がスタートします。予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。ボッタス、ハミルトン、カルロス・サインツ。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。テストもフリー走行も終わり、ついに本番です。勝つか負けるか、アルバートパークでの決戦です。1996年以降、オーストラリアグランプリが開催されているこのサーキットが、今年の F1 世界選手権第一戦の舞台となります。メルボルン中心部のすぐ南に位置するアルバートパークは一風変わったサーキット。公道を利用したコースの全長は 5.3 キロ、バンピーで起伏はほとんどありません。湖を囲むコーナーの数は16。ターン1とターン3の手前に DRS ゾーンがあるので、オーバーテイクのチャンスも2度あります。さあ、新しいシーズンの始まり、何が起こってもおかしくありません。今年の F1 が今にも始まろうとしていますが、解説にはアンソニー・デイビッドソン選手に来てもらっています。最初のレース開始前の緊迫感あふれる数分間というわけですね。誰もがマシンの信頼性について神経質になっていると思いますよ。フリー走行では他のマシンが熱を上げる中走るわけじゃないですから、 100% の力で長時間走ってはいないんです。悪い意味でのサプライズが何も起こらないといいですね。レース開始まであと数分です。本日のグリッド順はこのようになっています。ポールポジションに着いたのはルイス・ハミルトン。フロントローのもう1台はスペインの新星カルロス・サインツ。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。リカルド、ペレス、ランス・ストロール、ノリス、クビアト、ベッテル、ラティフィ、バルテリ・ボッタス、ガスリー、オコン、アレクサンダー・アルボン、田中、ルクレール、フェルスタッペン。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。ケビン・マグヌッセン、そしてアントニオ・ジョビナッツィ、デブリース、松下、ラッセル、そしてルイ・デレトラズ。まもなくスタートとなります。コースの方を確認しておきましょう。
DRS が使用可能だ。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使用できる。チームメイトとのギャップは 4.9 秒。すぐピットインだ。ミディアムに変えるぞ。ラップでコンマ5秒進めた。
してくれ。さあ出ろ、コースに出たら全開で行け。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。松下がピットに入るぞ。マシンとの差は 1.5 秒。
残る燃料はトラップ分だ。圏内だ。そのまま行け。ノリスについての情報だ。マシントラブルのようだ。スローダウンしている。3ラップ分くらいだ。チームメイトに対するアドバンテージは 9.1 秒。マシンとの差は 1.5 秒。
1ラップ分だけだ。レース終了だ。パルクフェルメで会おう。素晴らしいレースでした。アルバートパークにて見事な勝利です。アンソニー、何が今回の勝利を導いたと思いますか？鍵は安定感じゃないかと思いますね。最初から最後まで速いラップを刻み続けていましたよね。ああいう走りができれば自分のミスを抑えつつライバルのミスにつけ込めるので大きなアドバンテージを築けるのも当然ですよ。今回のレースウィークエンドでもメルセデスが絶好調でした。今回も彼らがポディウムに上がります。さて、この結果はドライバーズランキングにどのような影響を与えたでしょうか？素晴らしい結果を出し、ルイス・ハミルトンがランキングトップに立ちました。素晴らしいレースでしたが、ドライバー・オブ・ザ・デーには誰を選びますか？田中ですね。攻めに攻めてたし、タイムも良かった。抜きん出た走りと言えるでしょう。では、コンストラクターズチャンピオンシップがどうなったのかを見てみましょう。メルセデスがトップに立ちました。今回は激しい展開のウィークエンドでした。次回のグランプリが待ちきれません。
ンは大興奮ですが余裕でしたね。今日の追い上げは素晴らしいものでした。どんな戦略だったのでしょう。良い意味で期待を裏切っていますが、私たちが過小評価していたのでしょうか。どうも、以上です。今は資金に余裕がある。さらに投資してもいいと思うぞ。よし、新しいパーツの製造工程が終わった。次のグランプリまでに手に入るよ。